手鹿賀町公式ニュース。皆さんこんばんは、手鹿賀町公認アナウンサーの川上亮介です。ちょっとですね、この10月末までナイトツアーが開催されているっていう噂を聞きつけまして、今日実際僕たちもですね体験してみたいと思うんですが、いまいちちょっとどんな感じかよく分かってないんで、ちょっと環境省の方がこの先で待ってくれてるっていうことなんで、まずちょっと話を聞いてみようと思います。行ってみます。あの人なんか見たことある。どうもこんばんは。こんばんは、お久しぶりです。超久々ですね。そうですね、1年ぶりですか、ここで会うのは。そのくらいです。ここで会うのはそうですね。ちょうどね、あの去年の僕来た当初初めてやった生配信のナイトミュージアムの去年の生配信で、あの先導役をしてくださった山崎さんです。はい、阿寒摩周国立公園管理事務所の山崎と申します。よろしくお願いします。元気でした？元気でした。おかげさまで。今年も無事にあのこの間生配信できたんですけど、はい、なんかあのナイトツアーというものが今また始まったよっていう噂を聞きつけてきたんですけど、はい、いや本当にやってるんですか？はい、現在実施中です。場所どこでやってるんですか？あちらのですね、はい、あのちょっと光ってるバス停のところから、はいはい、もうじきバスが来ますので、そちらに乗っていただくと、はい、今日は摩周湖の方まで、摩周湖第一展望台までバスが出て、なるほど、はい、あの10分程度と短いんですけれども、はいはい、星空とか今日の天気なら見ることができると思います。料金はいくらぐらいですか？あ、無料です。なんとなんと、まあ、あのショートバージョンになっちゃってますんで、もっと詳しく知りたい方は、はい、町内でも有料ですごく素晴らしい星のガイドやってる方も、はい、たくさんいらっしゃいますので、なるほど、そちらをご利用いただければと思います。じゃあちょっとこのまま僕らはそこでバスを待てばいいって感じですね。はい、おっしゃる通りです。じゃあちょっと、はい、一緒に行きますか？今日はちょっと私は来ないのか。そっか、まあじゃあちょっと行ってみます。はい、お願いいたします。行ってきます。楽しんでってください。はい、あ、来た、来ましたね。このバスに乗ってくんですね。めっちゃでかいな。そうですね。星空はどうですか？手鹿賀でもう満喫しましたか？実はあの夏の時に星空機構に連れてってもらったんですよ。どうですか手鹿賀の星空？やっぱあの摩周湖でその時見たんですけど、街灯がないから本当に肉眼でもめっちゃ見えて最高でしたね。摩周湖到着しましたが、ちょっと雲の中かもしれないですね。まあ天気もね、自然も相手にしてますから、もしかしたら資料映像になるかもしれません。行きますか。ゆきのりさん。はい。めっちゃ雲の中です。あー、何もつてない。全然星見えないよ。まさに霧の摩周湖ではありましたが、曇天時には摩周湖の歴史や地形に関して現地のガイドの方からお話を聞くことができます。実際に晴天時には伊予山、そして摩周湖ではこのような天体ショーを楽しむことができるんです。まあ意外とね、だからあの、まあそんなに長い時間でもないから、まだ寒さも我慢できるし、まあ、ある種また町内の、ね、皆さんも改めてみたいな、こういうきっかけがないとね、意外とその夜の摩周湖に行ってみようかっていうのもないと思うんで、今月いっぱいまでやってるということなんで、ぜひ皆さんも僕らの分も綺麗な星空を見てもらえたらなと思います。今川上さんたちが参加してくださったナイトツアーは10月31日まで実施しております。奇数の日は伊予山、偶数の日は摩周湖に無料のバスで行き、10分程度と短いんですけれども、晴れてる日は星空のガイドツアー、曇っている日は地形の成り立ちや摩周湖、川湯温泉ができた歴史などのお話をしております。またこちらの図鑑の森の方も10月31日までやっておりますので、まだ見に来てない方も、もう見に来た方もぜひお越しになってください。よろしくお願いします。